なんか楽しくなってきちゃった。行きますよ。波が来た時ね。よーい、スタート。いいよ。いいの取れたよ。いいの取れた。どうした？寒いよ。ああ、よかった。楽しかったね。寒い。すいませんね。おい違うわ。おい俺。二度目。同じの二回やんない。堪能した。もうちょっと入る。もういい。もういいでしょ。もういい。ダイバイブ。じゃあ行こうか。行こう。うん。よかったね。ビーチ堪能したじゃん。いやー、いい絵ですねこれ。これすげえわ。かっこいいわ。これ。かっこいいね。ねえ。冷たい。走ってるところはカラオケの部位に使うから、うん、何の曲だよ。今回今思ったんだけどさ、ロスのあれをまとめた曲を作って、そのカラオケのミュージックビデオにあれが最高に良かったから。なるほど。でロケ地 LA っつって。本当に LA だからね。うん、木村さんってなんでそうやってすぐ裸になったりするの？おめえらがさしたんだろうが。俺悟空みたいだな。おめえらだろう。おめえらがさせたんだろう。おめえらがさせたんだろう。飯。飯だよ飯。お腹減った。はい、何料理だろうね。やっぱビーチ沿いのああいうとこだから。海の。海系じゃない？グリル系でしょ。でもグリルって書いてあったから、うん、いや運動して飯ってのはいいんじゃない。ねえグル君さん。グル君さんって呼ぶんじゃないよ。いや赤いお、あのレストラン、はい、ここはジョージ・クルーニーとかが、来るようなレストランで。ジョージ・クルーニーがマジですごい。投げちゃったよ。ジョージ・クルーニー、あのネスプレッソでおなじみの。俺らネスプレッソね。俺らはジョージ・クルーニーといえばネスプレッソだからね。そうだね、うん、オーシャンズイレブンとか、あとはネスプレッソとか。映画みたいになってるな、ネスプレッソ。へえ、そうか、オーシャンズイレブン見とけばよかったな。じゃあやってましたね、飛行機の中で。飛行機の中にもありましたよね、うん。俺危ないデカ見ちゃったよ。危デカ好きだね。危デカ飛行機の中でまで危デカ。よいしょ。さあ、はい、飯、はい、キャンドルカフェ、うん、でさっきも言ったんですけど、ジョージ・クルーニーが今日のお店で、これが一応メニューです。はい、ジョージ・クルーニーさん来るんだね。ジョージ・クルーニーが来るのか、ね、シーフード、パスタ。ジョージ・クルーニー何食うんだろう。それを食うのが一番いいね。ジョージ・クルーニーと一緒のやつ、うん、何を食べたの聞いてみます。聞いてみたいね、できればね。山さん、Hi. Hi. クエスチョン。ジョージクルーニー、ここ来たの？Yeah, he should be. ジョージクルーニーが食べたの、Pasta. Pasta. どれ？どれですか？The bolognese. Bolognese だって。Bolognese pasta 食べたジョージクルーニーは。じゃあそれ行こうかな。それ頼むね。それは行きましょう。うん、彼が食べそうなもの。彼が食べそう。グルクンマスクが。ステーキ。おお、ステーキ。ステーキですか。ステーキあんの？じゃあステーキも食べましょう。うん。じゃあ彼が食べ。彼が食べそうなんて俺。彼が食べそうな。俺はジャパニーズジョージクルーニーが。ジャパニーズジョージクルーニー。ジャパニーズジョージクルーニー。Salmon or trout?
なるほど。じゃあ俺もステーキで。ジャパニーズジョージクルーニーは俺もステーキで。あと何かおすすめありますね、コメント。このレストランの。The burgers are very popular. あとはパスタとステーキ頼んだ今。パスタとステーキとバーガーも。オッケー。なるほど。じゃあ。All right. Anything else right now?いや最高ですね。いや最高です本当に。嫌なの？嫌なんです。今ちょっと違和感ないように脱いだつもりなんですけど。もう取ったらじゃあ。ちょっと一度一度取る。ここも結構観光の人とかが来るようなとこなんですかね。まあでも地元の人も来るのか。普通にああいうハリウッドセレブも